おじぎ。安吉は三十になったばかりである。その上、あらゆる売文業者のように目まぐるしい生活を営んでいる。だから、明日は考えても、昨日は滅多に考えない。 しかし、往来を歩いていたり、原稿用紙に向かっていたり、電車に乗っていたりする間に、ふと、過去の一情景を鮮やかに思い浮かべることがある。それは、従来の経験によると、大抵、嗅覚の刺激から連想を生ずる結果らしい。 そのまた嗅覚の刺激なるものも、都会に住んでいる悲しさには、悪臭と呼ばれる匂いばかりである。例えば、記者の梅煙の匂いは、何人も嗅ぎたいと思うはずはない。けれども、あるお嬢さんの記憶、五、六年前に顔を合わせた、あるお嬢さんの記憶などは、 あの匂いをかぎさえすれば、煙突からほとばしる火花のように、たちまち、蘇ってくるのである。このお嬢さんに会ったのは、ある避暑地の停車場である。あるいはもっと厳密に言えば、あの停車場のプラットフォームである。当時その避暑地に住んでいた彼は、 雨が降っても、風が吹いても、午前は八時初の下り列車に乗り、午後は四時二十分着の上り列車を降りるのを常としていた。なぜまた毎日汽車に乗ったかといえば、そんなことは何でも差し支えない。しかし、毎日汽車になど乗れば、 一打ずんくらいの顔なじみはたちまちのうちにできてしまう。お嬢さんもそのうちの一人である。けれども、午後には七草から三月の二十何日かまで一度も会ったという記憶はない。午前もお嬢さんの乗る汽車は安吉には縁のない上り列車である。 お嬢さんは、十六か十七であろう。いつも銀ネズミの洋服に、銀ネズミの帽子をかぶっている。背はむしろ低い方かもしれない。けれども、見たところはすらりとしている。ことに足は、やはり、銀ネズミの靴下に、かかとの高い靴を履いた足は、 鹿の足のようにすらりとしている。顔は美人というほどではない。しかし。安吉はまだ東西を論ぜず、近代の小説の女主人公に無条件の美人を見たことはない。作者は女性の描写になると、大抵、彼女は美人ではない。しかし。 とかなんとか断っている。案ずるに、無条件の美人を認めるのは、近代人の面目に関わるらしい。だから、安吉もこのお嬢さんに、しかし、という条件を加えるのである。念のためにもう一度繰り返すと、顔は美人というほどではない。しかし、 ちょいと鼻の先の上がった愛嬌の多い丸顔である。お嬢さんは騒がしい人混みの中にぼんやり立っていることがある。人混みを離れたベンチの上に雑誌などを読んでいることがある。あるいはまた長いプラットフォームの縁をぶらぶら歩いていることもある。 安吉はお嬢さんの姿を見ても、恋愛小説に書いてあるような、動機などの高ぶった覚えはない。ただやはり、顔なじみの陳府司令長官や、売店の猫を見た時の通り、いるな、と考えるばかりである。しかしとにかく、顔なじみに対する親しみだけは抱いていた。 だから時たまプラットフォームにお嬢さんの姿を見ないことがあると、何か失望に似たものを感じた。何か失望に似たものを、それさえ、通説には感じたわけではない。安吉は現に、売店の猫が二三日行方をくらました時にも、全然変わりのない寂しさを感じた。 もし、陳治府司令長官も、頓死か何か遂げたとすれば、この場合は、いささか疑問かもしれない。が、まず猫ほどではないにしろ、勝手の違う気だけは起こったはずである。ところが、三月の二十何日か、生暖かい、鈍天の午後のことである。 安吉は、その日も勤め先から、四時二十分着の、上り列車に乗った。何でもかすかな記憶によれば、調べ仕事に疲れていたせいか、記者の中でも、普段のように本を読みなどはしなかったらしい。ただ、窓辺りに寄りかかりながら、春めいた、山だの、畑だのを眺めていたように、 覚えている。いつか読んだ横文字の小説に、平地を走る汽車の音を、トラタタ、トラタタ、トラタタ、と映し、鉄橋を渡る汽車の音を、トラララッチ、トラララッチ、と映したのがある。なるほど、ぼんやり耳を貸していると、 ああいう風うにも聞こえないことはない。そんなことを考えたのも覚えている。安吉は物追い三十分の後、やっとあの避暑地の停車場へ降りた。プラットフォームには少し前に着いた下り列車も止まっている。彼は人混みに混じりながら、 ふと、その汽車を降りる人を眺めた。すると、意外にも、お嬢さんだった。安吉は前にも書いたように、午後にはまだ、このお嬢さんと一度も顔を合わせたことはない。それが今、不意に目の前へ、日の光を透かした雲のような。 あるいは、猫柳の花のような、銀ネズミの姿を表したのである。彼はもちろん、親と思った。お嬢さんも確かに、その瞬間、安吉の顔を見たらしかった。と同時に、安吉は思わず、お嬢さんへ、 お辞儀をしてしまった。お辞儀をされたお嬢さんはびっくりしたのにそういやるまい。が、どういう顔をしたか、あいにくもう今では忘れている。いや、当時もそんなことは見定める余裕を持たなかったのであろう。彼は、しまった、と思うが早いか、 たちまち耳のほてり出すのを感じた。けれども、これだけは覚えている。お嬢さんも、彼に会釈をした。やっと停車場の外へ出た彼は、彼自身の愚に憤りを感じた。なぜまたお辞儀などをしてしまったのであろう。 あのおじぎは、全然反射的である。ピカリと稲妻の光る途端に、瞬きをするのも同じことである。すると、意師の自由にはならない。意師の自由にならない行為は、責任を負わずとも良いはずである。けれども、お嬢さんは何と思ったであろう。 なるほどお嬢さんも会釈をしたしかしあれは驚いた拍子にやはり反射的にしたのかもしれない今頃は随分安吉を不良少年と思っていそうであるいっそ「しまった!」と思った時にぶしつけをわびてしまえばよかったそういうことにも 気づかなかったというのは安吉は下宿へ帰らずに人影の見えない砂浜へ行ったこれは珍しいことではない彼はひと月5円の鹿島と一食50銭の弁当とにしみじみ世の中が嫌になると必ず この砂の上へ、グラス号のパイプを吹かしに来る。この日も、洞天の海を見ながら、まずパイプへマッチの火を移した。今日のことはもう仕方がない。けれどもまた明日になれば、必ずお嬢さんと顔を合わせる。お嬢さんはその時、どうするであろう。 彼を不良少年と思っていれば、一別を与えないのは当然である。しかし、不良少年と思っていなければ、明日もまた、今日のように彼のお辞儀に応えるかもしれない。彼のお辞儀に彼は、堀川康吉は、もう一度あのお嬢さんに、 天然とおじぎをする気であろうか。いや、おじぎをする気はない。けれども、一度おじぎをした以上、何かの機会に、お嬢さんも彼も、えしゃくをし合うことはありそうである。もしえしゃくをし合うとすれば、安吉は、ふと、 お嬢さんの眉の美しかったことを思い出した。地雷、七八年を経過した今日。その時の海の静かさだけは、妙に鮮やかに覚えている。安吉はこういう海を前に、いつまでもただ呆然と、 火の消えたパイプを加えていた。もっとも、彼の考えは、お嬢さんの上にばかりあったわけではない。例えば、キンキン取りかかるはずの小説のことも思い浮かべた。その小説の主人公は、革命的精神に燃え立った、あるイギリス語の教師である。甲骨の名の高い彼の首は、 いかなる権威にも屈することを知らない。ただし前後にたった一度、ある顔なじみのお嬢さんへ、うっかりお辞儀をしてしまったことがある。お嬢さんは背は低い方かもしれない。けれども、見たところはすらりとしている。ことに、銀ネズミの靴下のかかとの高い靴を履いた足は、 とにかく、自然とお嬢さんのことを考えがちだったのは、事実かもしれない。翌朝の8時5分前である。安吉は人の混み合ったプラットフォームを歩いていた。彼の心は、お嬢さんと出会った時の期待に張り詰めている。 出会わずに済ましたい気もしないではない。が、出会わずに済ませるのは、不本意のことも確かである。いわば彼の心持ちは、強敵との試合を目前に控えた、検討家の気組みと変わりはない。しかし、それよりも忘れられないのは、お嬢さんと顔を合わせた途端に、何か常識を超越した、 バカバカしいことを死はしないかという、妙に病的な不安である。昔、ジャン・リシュパンは、通りがかりのサラー・ベルナールへ、傍若無人の接吻をした。日本人に生まれた安吉は、まさか接吻はしないかもしれないけれども、いきなり舌を出すとか、アカンベイをするとかは、しそうである。 彼は内心ヒヤヒヤしながら探すように探さないように辺りの人々を見回していた。するとたちまち彼の目は悠々とこちらへ歩いてくるお嬢さんの姿を発見した。彼は宿命を迎えるようにまっすぐに歩みを続けていった。二人は みるみる接近した。十歩。五歩。三歩。お嬢さんは今、目の前に立った。安吉は頭をもたげたまま、まともにお嬢さんの顔を眺めた。お嬢さんも、 彼の顔へ落ち着いた目を注いでいる二人は顔を見合わせたなり何事もなしに行き違おうとしたちょうどその刹那だった彼は突然お嬢さんの目に何か同様に似たものを感じた同時にまたほとんど体中にお辞儀をしたい衝動を感じた けれどもそれは、かけねなしに、一瞬の間の出来事だった。お嬢さんは、はっとした彼を後ろに、しずしずと、もう通り過ぎた。日の光を透かした雲のように。あるいは、花をつけた猫柳のように。 二十分ばかり経った後、安吉は汽車に揺られながらグラス号のパイプを加えていた。お嬢さんは何も眉毛ばかり美しかったわけではない。目もまた涼しい黒目がちだった。心持ち上を向いた鼻も しかし、こんなことを考えるのは、やはり、恋愛というのであろうか。彼はその問いにどう答えたか、これもまた記憶には残っていない。ただ、安吉の覚えているのは、いつか彼を襲い出した、薄明るい憂鬱ばかりである。 彼は、パイプから立ち上る一筋の煙を見守ったまま、しばらくはこの憂鬱の中に、お嬢さんのことばかり考え続けた。記者は、もちろんそういう間も、反面に、朝日の光を浴びた、山々の海を走っている。 トラタタトラタタトラタタトララ,ラッチ。